のでっかいの見た？父ちゃんがやっつけたんだぜ。私たちはゾアの森を目指してるんだよ。あの森なら楽に暮らせるだろうからね。でも森には必ず恒星生物が。あんた経典読んだことないのかい？ゾアの森は特別なんだよ。神様の力で守られてるのさ。大きな町もあるって話だよ。そんな場所が本当にあるのか？この辺の行商人に聞いたんだけどね、みんな一度は買い付けに行くんだってさ。ずっと東に進めばたどり着けるはずだよ。ハンターなどに用はないよ。なんだよ、あんた。ハンターから買うものはないよ。
お前信号だな。俺は新政府門番のアブネルってもんだ。俺の仕事中には面倒を起こすなよ。何かやらかすんなら昼間にしとけ。どうだよお客さん、いいもの揃ってるだろう。これみんな売り物なのか。作りかけもあるけど大体はそうだな。俺はやれとってんだ。こないだここに店を出したばかりでね、武器なんかもあるから見ててくれよ。よう、見かけねえ顔だな。なんだ、あんたかよ。そういうあんたは何なんだ。でけえ口叩くじゃねえか。未来の新政府民に向かってよ。俺の名はアルドだ。覚えときな。
まだ店は開けてないわよ。あ、それお酒の材料よ。抗生生物の体液なんだけど、お客が気に悪がるから内緒にしといてね。
前ハンターだな。年の割にはいい面構えをしとる。あんたは？わしの名はラドガムだ。一応お前と同業のつもりだよ。ハンター、ハンターだね。俺はシフレって言うんだ。よろしくな。なんだ、坊主も飲むのか？あ、いや、別に止めやしねえよ。十番の店は誰だってお得意様さ、金さえ払ってくれるやば。暇なら十番の話でも聞いてあげてよ。与太話が生きがいだからね、あいつ。開放区まで来ないと酒が飲めんとは、評議会も少し考えてほしいもんだ。ここには食料の買い付けに来てるんだ。子供たちを養わなくちゃいけないんでね。さっさとこの町から出て行きな。俺みたいになりたくなければな。話なら注文してからにしな。ウルの水職人に伝わる発酵酒だ。よそじゃ飲めねえ白物だぜ。どうだ、うめえだろ。いや、ちょっとこれは。なんだ、やっぱりガキだな。
じいちゃんかと思ったよ。じいちゃん？いや、いいんだ。人違いだったから。それにしても、よくここに入れたね。ここ、俺だけの隠れ家なんだ。お金あずには黙っててくれよ。代わりに、これあげるからさ。俺、ゼゼルってんだ。一応、新生区民だけど、いつかここを出ていくつもりだ。旅の荷物とか、ここに隠してあるんだ。見つかったら捨てられちゃうからね。俺、自分の力で生きていきたいんだ。神様に守ってもらうんじゃなくてさ。旅の荷物とか、